こんにちは、ムネです。今回は星2最強センターバック10戦を見ていきましょう。はい、この動画を見れば、守備能力、フィジカルコンタクトが83以上、スピード瞬発力が72以上、身長が187センチ以上に育成できる星2通常センターバックがわかります。はい、星1と星3バージョンも出しているので、気になる方は見てみてください。はい、このチャンネルでは、ここでしか見れない星1から星3のコスパ選手を投稿しています。気になる方はチャンネル登録お願いします。それでは行きましょう。はい、ボヨクリバリ選手、188センチ、守備的サイドバック。守備能力83以上、フィジコン84、スピード76、瞬発力73。スキルはダブルタッチ、インターセプト、ロングスロー。はい、ロラインズ・ロジエ選手、190センチ、ハートプレス。ポジションは DMF。はい、守備能力、フィジカルコンタクト84以上、スピシンが73。スキルはヘッダー、インターセプト、スライディングタックル、エアバトル。センターバックの裏総合値は90。はい、マルコン・ボクレス選手、193センチ、守備的サイドバック。守備能力、フィジコンが85以上、スピード75、瞬発力74。はい、ヘッダー、インターセプト、スライディングタックル。はい、センターバックの裏総合値は91。はい、ルイス・ミラー選手。はい、187センチ、攻撃サイドバック。守備能力、フィジコンが83以上、スピード74、瞬発力72。はい、軸ラターンとロングスローを持ってます。はい、ミューレイ・ウォルス選手。守備的サイドバック188センチ。はい、守備能力、フィジコン83以上、スピード74、瞬発力72。はい、スキルは闘争心、ヘッダーブロッカー。はい、ナタン・チュアオン選手、191センチ、守備的サイドバック。はい、守備能力、フィジコンが83以上、スピシンが74。はい、闘争心、インターセプトを持ってます。はい、次は関根選手、187センチ、守備的サイドバック。守備能力、フィジコンが84以上、スピシンが73。スキルはなし。はい、センターバックの総合値最大は90。はい、ニクラス・グンナーソン選手、188センチ、守備的サイドバック。はい、守備能力83以上、フィジコン83、スピシン73。はい、センターバックの総合値は88。はい、マジーブ・ムラン選手、攻撃的サイドバックで187センチ、守備能力84以上、フィジコン83、スピード75、瞬発力73、スキルはロングスロー。はい、センターバックの総合値は88。はい、レオ・ユルデ選手、188センチ、守備的サイドバック。はい、守備能力、フィジコン85以上、スピード75、瞬発力74、スキルはブロッカー。はい、センターバックの最大総合値は91。はい、今回は星2最強センターバック10戦を見ていきました。はい、駆け足で見ていきましたので、気になる選手があれば調べてみてください。はい、以上であります。バイバイ。